こんにちは、まさあきです。動画見てくださってる方ありがとうございます。3ヶ月に一遍の歯のね、定期検診に行ってまいりました。どうしても3ヶ月に一遍なもんで、すごくね、その場所に3ヶ月に1回の頻度で行くんで、すごく緊張するのと、歯医者の人にですね、ちゃんと磨いてますかとか、なんか注意されるんじゃないかなってビクビクする唯一の日なんでね、そう、緊張も相まって、すごく今日はね、頑張って定期検診だけで終わって、ほっとしてるっていう状態です。歯のことをね、少しだけ話そうかなって思います。僕の性格上ね、基本はすごい面倒くさがりなんですよね。物事をやりだしたら止まらへんっていう癖があって、それと同じで歯磨きも同じでね、意識して、あ、歯磨きせなあかん、もう 毎日歯磨きせなあかん、虫歯になりたくない、歯医者代にお金かけたくないとかね、歯の手術したくないとかね、いろいろ考え出したらね、毎日鬼のようにね、歯を磨くんですけど、なんせね、そこに面倒くさがり屋っていう壁がね、できるんでね、どうしてもね、なんか一回歯磨く面倒くさいなーって、その意識が遠のいた瞬間、ダダダダダダーって感じでね、やらなくなるんですよ。そこがね、僕の本当惜しいところやなって思ってるんですよ。すごく継続的に歯磨くのは自分にとってね、素晴らしいなって思えるとこなんですけど、10代の頃なんかね、まさか自分が虫歯になると思ってないんで、やっぱり歯磨かない日が普通なんですよね。友達とオールって言って24時間家泊まりに行く時も、食べるにしても食べるだけ食べて歯磨かなあかんっていう意識があるわけでもなくね、家におってももうご飯食べるだけ食べて、眠たくなったら寝るっていうね、そういう習慣がついてて、20代になってから、10代の時もね、なんか痛いなと思う時あったんですけど、我慢してたんですね。ほんで20代になって、もう寝られへんぐらいなんかこう歯が痛くなって、頭痛がしてとか、これはあかんなと思って一箇所行ってたんですけど、そこがね、おじいちゃんおばあちゃんがやってるとこで、すごくね、古いとこだったんですね。すごく優しい方なんですけど、対応してくれる歯医者の先生のおじいちゃんも優しい人なんですけど、なんせね、そこでずっと10代後半から、20代中盤ぐらいまで、そこでずっと通ってたんですけど、歯痛くなったらそこで虫歯削ってみたいなやってて、なんだかんだこう、なんかこう性格的にのんびりしとって、人からあんまり鈍感なんじゃうかって思われそうなんですけど、意外とね、こう注射とか大嫌いで、注射とか虫歯を削るね、ビーンっていう音すらすっごい嫌いで、もうほんまにビビりなんですよね。こんな180センチもあって、こんな体格もがっしりしてこの育ってきたのに、ほんま些細なことはビビりな性格なんでね、20代後半に一箇所目行ってたとこが肺炎になって潰れて、歯医者が、で新しいとこに行って、でそこでね、親知らずっていうのと話が出てきて、親知らずがどうのこうのってなって、一応ね、最終的にね、親知らず全部抜いたんです。ほんまにめちゃくちゃ痛すぎて、これやばいなと思って、親知らずが変な方向に生えとって、神経まで行ってて、だからこう痛みが出てるみたいなんで、みたいなんで、だからね、一応そこでできる親知らず抜けるやつは抜いたんですけど、もうほんまにその時はね、痛すぎて赤ちゃんみたいにね、うわーうわーみたいな、なんかこうもだいてね、体でなんかもがきながらね、うわーって言いながら、最低では1本は抜いたんですけど、ここで取れない親知らずはその大学病院行きましょうってなって、その大学病院行って、その大学病院でなんとかこの親知らず全部取れたんですね。結果的にこの泡、その1個抜いたとことプラスで大学病院で抜いてって感じで、今ね、上も下も 4本
親知らずないんですよ。結果的に親知らず抜いてよかったなって思ってます。親知らずが、まあ確かに虫歯もダメなんですけど、親知らずもね、まあ僕もその虫歯になって、その親知らずも抜いて、そのほんま寝られへんぐらい痛い思いを した痛みがあった経験をしたからこそ、の歯を磨くっていう大事さを、まあ、痛感してるという状態ですね。まあ正直もっと早くね、そのなんか痛くなってから危機感を持つっていうのは本当遅かったなって今は思うんですけど、今はね、言うても虫歯になってるとこもあるんで、もうそれを悪化しないように磨いて、歯茎とかもね、なるべく腫れないように、出血とかもしないように、歯石とかもね残らんように、糸ようじで歯の間のね食べかすも取って、しっかりね歯ブラシでね表面磨いてって今やれてるんでね、本当に10代の頃ちゃんと歯磨いとけばよかったなって反省してます。ほんま今日もね、定期検診だけで約3000円は使ったんで、ほんま足りないなって思います。まあ3ヶ月に1回なんで、3×4×12で割っても、まあ、12,000円ぐらいね貯めれるわけなんですよ。定期検診行かなくてもいいぐらいね、虫歯もなくて綺麗かったらね、30代になって改めてね、こうやって歯を磨くっていうことの大事さを身に染みています。ホワイトニングとかいろいろなんかね、綺麗にする方法あるんですけどね、やっぱりそれはお金かけるんでできないし、まあ別にね、それ以上にやっぱ歯を磨くっていうことが大事やと思ってるんでね、歯磨かんと虫歯になって、で痛い思いして歯を削って、で歯が脆くなって歯槽膿漏になってね、こう歯がボロボロになって、で歯がなくなって食べ物が噛めなくなってね、もう高齢になればなるほどやっぱりおじいちゃんおばあちゃんって気管が細くなるんで、やっぱ飲み物詰め込みやすくなるんですよね。それで窒息したりとか、食べ物の食べかすがね間違って気管に入って、でそれが肺に入って炎症を起こして肺炎になってね、大変になったりとか、歯の病気って怖いですからね。歯のね、あの状態が悪かったらそこから病気になって、やっぱ体にも影響ってするんでね、そこは気をつけたいなって思ってます。ちょっと今日は自分を褒めたいなって思ってます。いや頑張ったなって、3ヶ月に一遍、まあ別に虫歯を削るっていう嫌な思いをしたわけではないんですけどね、歯の状態をチェックして写真を撮って表面磨いたり歯石を軽く取ってもらったぐらいなんですけど、まあそれでもね、自分を頑張ったなって褒めたいと思います。まあこれからやっぱり歯をね大事にしていかないと、今後の生活習慣にも影響するし、まあ、老後にもね本当に影響するんで、僕もともと介護士してたんですけど、やっぱりね大概おじいちゃんおばあちゃんの大半はね、あの自分の歯じゃない人が多くて、歯をねやっぱまた管理するのも大変なことになってくるんですよ。歯医者で作ってもらった仮歯をねまた管理せなあかんのもめんどくさいでしょう。だからね嫌なんですよ。歯を大事に しないっていいこと悪いことばっかりなんでね、だからね今後も気をつけて歯磨いて、一本でも自分の歯をね残して大事にね、自分の体も大事にせないかんのですけど、自分の歯も大事にしていきたいと思います。何週間前かね、歯がね噛んだ時に、なんか右側の上の歯がね噛んだ時にグラグラする痛みがあったんでね、それを言ったら、歯医者さんに言ったら、やっぱりなんかそこの周辺なんか虫歯なってるっぽいんでね、気をつけてちょっと歯磨きして、食べかすがね歯石にならんように、ここからなんか虫歯がねひどくならんようにちょっと頑張って磨いていきたいと思います。また次の予約も3ヶ月に一遍なんで、またね8月頃かな、なんで3ヶ月あるけど、まあ気を抜かないでね
食べ物を噛めるありがたさを味わって、で歯の病気にならんようにしっかりと歯を大事にしてね、磨いていきたいと思います。3ヶ月に一遍の定期検診に行ってきましたっていうお話でした、ご視聴ありがとうございました。I'm saying we're just friends, but thinking you're my man.